多次元尺度構成法は多変量解析の一、手法である。主成分分析のように分類対象物の関係を低次元空間における点の縁で表現する手法である。この図からハワイとノースカロライナが対照的な関係にあり、一方、カリフォルニアやフロリダとバーモントが対照的な関係にあることが一目でわかるようになる。これらの州が 上記の4つの要素で何くらいであるかを表にして見ると左側にあるノースカロライナやフロリダが暴行で1、2位なのに右側にあるバーモント、ハワイが48、49位であることから横軸は暴行軸であることがわかる。一方、上側にあるノースカロライナやバーモントは都市人口率が45、50位なのに下側にあるカリフォルニアやハワイは 都市人口率が1位と6位であることから、縦軸は都市人口率軸であるということができる。つまり、上記4つの要素では、都市人口率と暴行が重要な要素であること、都市人口率が高いからといって必ずしも暴行が多いわけではないということなどを知ることができる。ありがとうございます。